SAT ベーシスエレメント構造化分析設計技法は機能階層としてシステムを記述する一つのソフトウェア工学方法論である。SAT はシステムの人的記述と理解を助けることを意図した一つの図的表記法である。それはエンティティとアクティビティおよびボックスを関係させる種々の矢印を表すビルディングブロックを提供する。これらのボックスと 矢印は関連する非公式な意味論を持つ。SAT は詳細さの連なるレベルを使って与えられたプロセスの機能分析ツールとして活用できる。SAT 手法は産業情報システムで多く使われる IT 開発のための利用者ニーズを定義することを可能とするが、しかしそれはまたアクティビティの製造プロセス、手順を説明あるいは表現する。 これらの機能は、販売、受注計画、製品設計、部品製造、あるいは、人材資源管理のような会社の目的を満たす。SAT は、そこでシンプルな機能的関係を描き出し、そして異なる、機能間でのデータよびコントロール関係を、反映できる。SAT は、ダグラスロスと、ソーフテック。 インクによって1969年から1973年の間に開発されフィールドテストされた。この手法論は MIT の APT プロジェクトで活用された。それは米空軍の ICAM プロジェクトによって1973年に全面的に使用が受け入れられた。レベットに沿ってそれは1960年代から1980年代の ソフトウェアの世界が直面する問題へ対応するため、開発された、分析、設計、及び、プログラミング技術の集合を代表する、一連の、構造化手法の一部である。この時間フレームにおけるほとんどの商用プログラミングは、コボル、フォートラン、それから、C やベーシックで行われた。そこには、少しの、良い、設計やプログラミング技術へのガイドラインはあったが、 文書化要求や設計に対する標準的技術は存在しなかった。システムはより大きくまた複雑化し、そして情報システム開発はそれを行うためより難しさを増した。大規模かつ複雑なソフトウェアを管理する助ける方法として1960年末から複数の構造化手法が出現し始めた。1981年に イディフレーシュ法論が SAT に基づき発行された。トップダウンディコンポジションストラクチャーアンサットエグザンプル構造化分析設計技法はトップダウンアプローチによる分割を利用する。この分割は自明の設計視点から物理的領域にのみ実行される。このジグザグなしのプロセスがゆえに機能性あるいは生産性の保証は存在しない。そこで それらの手法は増大するソフトウェアシステムの要求から遠ざけられ、そしてオブジェクト思考手法が導入された SAT はアクティビティモデルとデータモデルの2つのダイアグラムのタイプを使う。それはこれらのダイアグラムの構築する矢印を用いる。SAT の表現は以下のようであるアクティビティのための矢印の意味、データのための矢印の意味。ありがとうございます。